はい、こんばんは。スタジオ岩瀬でようこそ。ギタリストでシンガーソングライターの竹下達です。意外と好評の大人クラブ、9月7日土曜日、大人クラブの時間でございます。何々が好きで何が悪いシリーズなんですが、今日はですね、クラシックギターが好きで何が悪いですね。クラシックギター好きなんですよね。はい、クラシックギターっていうかアコースティックギターも含めてですね。こちらはですね、ヤマハ製の1975年かなのモデルなんですが、まあ、よく弾かれる楽曲ですね。禁じられた遊び、ロマンスを、聴いてください。クラシックギターとアコースティックギターと何が違うかというと、まあそんなに大きくは変わらないんですよね。クラシックギターの場合は、3、2、1弦がナイロン弦で、アコースティックギターの場合は3弦が巻き弦、2弦がプレーン弦、1弦もプレーン弦なんですね。大きく違うかというとそれほどの違いはないですね。次に私がさっき曲いたしました、メネットという曲を聴いてください。こちらのギターなんですが、僕の手元に来た時はですね、ここのブリッジ部分が剥がれかけてまして、私自身で、ここを接着しました。そしてこの、まあこの部分ですね、ブリッジ部分ですね、もともとは、樹脂のものが入っていたんですが、牛骨のものに、この部分を掘り直しまして埋め込み直しました。でその当時はですね、結局弦のテンションが強いと接着したね、このブリッジ部分が反ってしまうので、1音下げの 395Hz で演奏してました。結構2年ぐらいかな、 395Hz で演奏して、カポタストをしてね、まあ要するに2フレットにカポタストをして、ちょっとショートスケール気味にして、結果 441Hz になるように演奏している時期も長かったです。これはそちらの方が
音としてボーカルの邪魔をしないんですね、なのでそういう選択をしてました。現在はそのしっかりとねもう接着も固まりましたし、もう1975年なんでもう この材料の木を探そうと思ってももはや日本にはほぼないんですよね。でもうだいぶしっかりしてきたんで今 441Hz で演奏してます。でまあ、できればねアコースティックギターの生徒さんとレッスンするときに、クラシックギターとアコースティックギターでレッスンした方がベターなんですが、なぜかというとアコースティックギターの方がどうしても音として抜けがいいんですね。金属の弦なんで。でクラシックギターの方がどちらかというと、音としてはまあ、静かなまろやかな音なので、まあ、合奏した時にね、アコースティックギターとアコースティックギターとどうしてもジャカジャカとうるさい感じになってしまうので、アコースティックギターとクラシックギターで、合奏するした方が美しいのですが、なかなかそれを理解される方が少ないのも、まあ、これもまた事実で、アコースティックギターなんでアコースティックギター、いわゆる鉄弦のアコースティックギターで教えてくださいっていう方が多いのも事実なんですね。なかなかその辺は理解されないところなので、はい。今日の話はですね、クラシックギターが好きで何がありでした。いわゆるその分散音アルペジオですね、こういう、まあ、ハグワードの例えば練習曲高速のアルペジオを学ぶためには、例えばこれ同じことをアコースティックギターで弾けと言われたらそれ弾けます。はい。ただクラシックギターで学んでからアコースティックギターに移行した方が学びやすいのは事実なんですね。最初からアコースティックギターでこのアグアドのアルペジオの練習曲を弾こうと思ってもそれは無理です。手に負担がかかってしまって、なので今ヤマハさんが一番コストパフォーマンス高いかな。ヤマハさんのちょっとこれは値段的に高いですが、まあ初心者というかまあミドルクラスぐらいでもだいたい2万5000円から3万円ぐらいで買えるんで、1台そのアコースギターの他にねクラシックギターを持っているとよろしいんじゃないかと思います。で片方を、441Hz、 片方を 395Hz、そういったふうにね何ですかね、使い分けをして、例えば自分でプレサウンズのスタジオワンで、それを合わせてみる。そうするとコーラス効果、いわゆるねこう音のうねりが出るコーラス効果が出たりして、自分がどっちの道へ進むべきなのか。例えばアコースティックギターにマーチン製の、シルクのものを貼ったりするとほぼ、アコースティックギターでありながらクラシックギター的な音が出たりするんですね。そういったこともいろんなことを実験しながら人生は長いようで短いです。はい。今日生きてられますけど明日死ぬかもしれないんで、はい、今日できることはね精一杯実験して、明日に悔いを残さないように生きるとよろしいかと思います。はい。今日の題はクラシックギターが好きで何が悪いでした。もともとはクラシックギター奏者なのに。はい。それではスタジオリバーサイドからギタリストの杉松宗太郎、竹下敦郎をお送りいたしました。
横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。